Google のチャット AI、Google Bard を使ってみました。アドレスバーに bard.google.com を入れます。英文で入力することになっていますが、このあたりは Google 翻訳を上手に使います。チャット GPT と Google Bard の違いを5つ箇条書きで要約してもらいました。そして3つのドラフトと言って別の原稿、別の回答方法が選べるようになっています。Google 翻訳で読み比べてみることができますが、そのうち日本語も使えるようになるでしょう。質問も Google 翻訳を使ってみますが、ここにググってとありますので、ググってのボタンを押すと他のトピックを検索、関連トピックを検索というふうに出てきました。次にまた別の質問をしてみます。Google Bard に Google Bard のテーマソングを作ってもらいました。まあ、曲というよりも歌詞ですね。また、ショートプレイの戯曲ですね。戯曲、チャット GPT と Google Bard を主役としました。戯曲を書いてもらいましたが、本当にあっという間にこのセリフ入りの台本を書いてくれました。それからラップですね。歌詞を作ってみてと頼んでみましたが、それぞれ異なるタイプの韻を踏んだラップ書いてきてくれました。これも非常に処理の速度が速いなというふうに感じます。それから登場人物を考えてみてと書きました、頼みましたところですね、10人のキャラクター設定してって言ったら、シーン別にセリフもちょっと書いてくれています。これを、シーン、登場人物別に表にしてみてというオーダーにもすぐに答えてくれます。表は横形だけみたいですけどね、この3パターン出してきてくれています。そして日本のこと知ってるかなってちょっと聞いてみましたけど、徳川幕府の歴代の将軍、将軍の名前、それから在位ですね、このあたりは綺麗に出してきてくれています。百人一首のことを知っているかどうかも聞いてみましたが、こちらはちょっとまだ学習が足りないのかもしれません。月に関係する百人一首の和歌を出してと頼んでみましたけれども、ちょっとこれは望みの回答は得られませんでした。このあたりは Bing の方が学習が進んでるなというふうに感じました。それから、ディズニーランド、各国のディズニーランドの昨年の、来園者数、これ出してみてと、そして表にしてみてと頼んでみましたし、まあ、特徴なども聞いてみましたが、あっという間に答えてくれました。それからウィリアム・シェイクスピアの戯曲のうち最もよく上演されているものは何かと聞いてみましたところ、ロミオとジュリエット、そしてそれにインスパイアされた映画はどんなものがあるかと聞いてみました。さらに監督、それから主演俳優、主演女優、これもリストアップしてと書きましたところ、あっという間に出してきました。早いですね、処理が。そして Google ですので、この関連する、俳優さん女優さんの画像を出してと言ったら、これはちょっとねまだ出てきませんでした。 Google Bard のアイコンがどんなものになるかはまだわかりませんが、チャット GPT、Bing AI、Google Bard と使ってみて、 Google Bard は処理が少し早いのかなと感じました。
日本のことをよく知っているのは Bing AI という気がします。これから Google Bard も日本語で使えるようになるはずですので、また使い比べてみるのが楽しみです。